シンプルだからこそしっかり笑い取ってください、ね、よろしくお願いいたします。始めますよ。皆様こんばんは、今日は9月の19日木曜日、今週もやってまいりましたワンルームイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔をくる会ありがとう、はい、すいません、ついつい HK カメラが止まってしまいましたね。生放送もいいところでございまして、はい、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない真実がここにある、ローマ人日記、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人テナコ、そしてお菓子の美味しいお店クッキングテナコ、あと、はい、タクシーのパーツとデジタル無線機のことなら全てお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。さて今夜の私、あの HK 仮面さんと目が合った瞬間、言葉を失ってしまったんですよね。いやしかし本当にメデューサのような目つきの HK 仮面さん、今日もなんかすごいなと思いますけどHK 仮面さん、今日もよろしくお願い申し上げます。こんばんは、はい、よろしくお願いします。じゃあゲストとしまして、はい、先週に引き続きましてボギー中佐もお見えでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週に引き続き相変わらず沖縄におります中佐でございます。はい、それとまあ HK 仮面さんの天敵と言われております、はい、高さんでございます。こんばんは。あ、こんばんは。あの HK さんの服についてる糸くずが気になりますいやしかしさっき喋ろうとして HK さん見たらこっちをじって見てるのが見えてしまってですね、それで私、言葉が止まってしまったんですけど、君の視線っていうのはメデューサのような力がありますね。いやいやいや、そんなことないと思う。言葉が止まるという、言葉が止まるというね、なんかすごいパワーを持ってますよ。時々電波も止めますけどね。今日は何を止めてくれるんでしょうか。どうしようかな。まあ、特に止めようと考えてないんですけど。はい、ありがとうございます。また。話が長くなりそうな途中で、ちょん切りましたけど、今日もですね、1週間沖縄でいろいろあった話、そして気になる話題についていろいろまた皆様とお話をしていきたいと思います。どうぞ50分生放送よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。エリザベスどこって期待されてる。エリザベス。エリザベスってどこだ。いや、今すみません。マイク入ってませんから。
はい、皆様改めまして、こんばんは。当番組メインパーソナリティのボギーテドコンでございます。今日は初っ端から放送事故から始まっておりまして、今日50分の間何が起こるのか、私ドキドキワクワク HK カメラさんの方を見てるんですけどね、今日も何かをしでかしてくれるんじゃないかと思わず期待をしている次第でございます。さて今日は窓の外はまるで台風のように風が強くなってるんですよね。まあちょうど熱帯低気圧が発達した、まあ、台風の卵のようなものが、今度沖縄本島と宮古島の間をすり抜けて、まあ、北上していくような、まあ、感じなんですが、まだ離れてるもかかわらずこんなに風が強い、ね、もう台風になったようですね。台風になっちゃいました、ね、はい、17号、はい、いや本当に宮古島まだ完全に復旧もしてないのにね、うん、また台風こんな来ると大変だなと思いますし、特に千葉なんかね、まだ停電してるところがありますからね。そうですね。まあでも前に私は東京とかね、いろんなところ行った時に思ったのが、まあ、こういった作りのお家だと沖縄の台風みたいのが来たらもう完全に屋根瓦も吹っ飛んで大変なことになるなというふうに思ってたんですよね。そしたらまあ沖縄に来るのと同じ程度の台風が、まあ、関東に上陸をすると、まあ、案の定大きな被害出てるんですけど、これから温暖化に伴ってこの台風のルートが、まあ、沖縄から上の方に上がっていくと、まあ、本土の方もこれからね台風がよく来るようになったりすると、まあ、家の作りとか電柱の強度とかいろいろまたインフラ整備かなり金と手間がかかるんじゃないか、かといってこれを放置してるとまた大きな被害が出るということで、まあ、備えあれば憂いなしでね、前もってきちんとやっぱり今回の千葉のこういった災害をね教訓にしてきちんと対策を立てていく必要が出てくるんじゃないかと思います。沖縄にも瓦屋の家ってあるんですよ。ところが沖縄の瓦屋っていうのは瓦を重ねてるだけじゃなくて、実は漆喰、沖縄では餅と言いますけど、それで瓦と瓦をビタッと接着してるんですよね。ですから風が吹こうが何しようが瓦が飛んでいくっていうことはまずないんです。で昔の沖縄の赤瓦綺麗ですよね。あれも漆喰できちんと止められていまして、風が吹いて歯が抜けるように飛んでいくっていうことはまずない。そして瓦自体が非常に重い瓦なんで、今度のようなプラスチックの瓦じゃなくて、もう焼き物とか、あとセメントのね、作られた瓦なんで、結構重量があって、それで重さでやっぱり屋根をね、支えてるっていう部分もあるんですから、まあ結構沖縄の瓦屋は丈夫かな。まあちなみに私が今住んでるところも、築55年ぐらいの瓦屋なんですけど、まあ雨漏りもしないしね、台風の時に揺れたりもしないんで結構頑丈ですよ。まあでも、HK さんのようにね、台風の中を裸で走り回ることにはあまりない。ないないない。そんな人はいないと思います。君、台風になると陽気になるよね。ならないです。そうですか？いやー、もうまた台風かって残念な思いになりましたけど。いやー、でも、若い頃は台風になるとドライブに行きたくなったんですよ。ならない、ならない、ならない。ならなかった？ならないです。私行きましたよ、台風の時に。いやいや、危なくて、怖くて。今そうなんですけど、免許取り立ての頃は、親父の車持ち出して、台風が来たらわざと海沿い走ってですね、このザッパーンっていう被ることが楽しくて楽しくて。いや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 。そういうことやってましたけど、今考えたら本当にあかんですよね。ダメですよ。ダメですよね、怖いですよ、本当。君だったらどうします？いや、もうそもそも海に近づかないですね。今日まともなこと言ってます。で、暗い部屋に困って、森田。いやいや、はい。で、そのサングラスにモニターの明かりが反射するわけです。いや。まあ、なんかエヴァンゲリオンみたいでかっこいいじゃないですか、NHK さん。いや、はい。私すごいなんかワクワクしてます。まあ、若い頃といえば、子供の頃は台風が来ると学校が休みになるっていうのはありましたね。ああ、はいはいはい。まあ、タカさんのところで台風来なかったですよね。そうですね。自分が北海道に住んでいた時は、一度しか来なかったですね。しかも、その一度の台風も、もう、すっかり弱まっていて、
もう温帯低気圧に変わったんじゃないかっていうぐらい大したことなかったんですけども、ただ2回目に来た時、ちょうど私が所要で北海道に帰省している、まあ大学2年生の時に北海道に帰省している時に、まあ台風が来たんですけども、まあその時は街路樹が倒れたりとか、そういった被害がありましたね。はい。今、ネットアシスタントの榎本さんから懐かしのセリフが、昔台風クラブって映画がありましたねって。はあ。ありましたね、そういえば。台風クラブですか。はい。HK さん知ってます？ん？台風クラブ？はい。いつぐらい？いや、いつだろう。私、小学校ぐらいの頃かな。ちょっとわかんないです。わかんない。君さ、やっぱり、君、長いボーイが知らないよね。いやいやいや結構仮面とか。いやキューティーハニー。いや。いや、その、最近わからないのは HK さんのそのストライクゾーンの狭さなんですよね。あ、狭いですよね。はい。いやー、でも本当に HK さんが大好きだったあの方、昨年天に召されてますよ。うん。いや、びっくり。あの、最近知ったんですけど、自分たちとあちらこちらで、ね、会っていた、いわゆる半吉派の活動家の方が、まあ、去年から今年にかけてお二人、まあ、亡くなられたっていうことでね、これ聞いて、なんか、思想的には真逆の人たちなんですけど、しょっちゅうやっぱり顔を付き合わせてたから、他人抜きがしないんですよ。で、昨年お亡くなりになったY さんという女性のね、活動家の方も、最後に私かけてもらった言葉が、バカ野郎だったんですよね。すごい大きな声で、バカ野郎って声かけてくれて、自分嬉しくなって、手振ってたんですけど、まあ、あれが最後だったのかなと思うと、すごいやっぱり残念だし、あと、普天間基地の野岳ゲートでね、フェンスにいろんなもん言われてた、H さんという活動家も、今月、お亡くなりになったっていうことで、行けばね、いつも会えたような人たちがいなくなるっていうのは、やっぱりこれ、思想的なもので、反対側にいたとしても、なんかちょっと寂しい気がするんですよね。そうですね。うん、特に、今年っていうのは沖縄すごい暑いじゃないですか。うん、まあ、炎天下でね、基地の周辺で、ああいう風にムカデ行進とかしてるのを見ると、本当に無理してほしくないけどな、っていうふうに思うんですけどね。うん、まあ、でもこの前、カテナのゲート1に見学に行った時には、ムカデ行進2回ぐらいしたらすぐ休憩に入ってね。はい。やっぱり暑いから休憩をちゃんと取ってるなというふうに思ったんですけどね。おかげで休憩されてました。そうそうそう。まあいうことをやるんだっていいんですけど、ただ、以前に比べると、まあ、カデナの、まあ、ハンキちゃんの皆さんは、周りに迷惑をかけるっていうのをあまりやらなくなってますからね。そうですね。その点ちょっと、だいぶまともになったかなというふうに思うんですけど。HK さん、見たことあります？カデナで。いや、いろんなところで。うわ、君大好きでしょ。いや、こういうことをね、まあ、同じ沖縄の人がとか、別の世代の人とか見たらどう映るんだろうかなってのをちょっと考えた方がいいのかなって思いつつ見てたんですけれどね。うん、まあ、でもね、まあ、今が涼しくなるんで、まあ、本当は大丈夫かなと思うんですけど、まあ、先日久しぶりに普天間基地の大山ゲートに行ったら、そこの半吉派でいつも頑張ってる王さんという活動家のおじいちゃんがわざわざ道向こう側から渡ってきてですね、テレコン君元気だったかって言うから、はいって言ったら、最近君が見えないから僕とか宮根先生心配してたんだよなって言われて、すごい嬉しくなった。だからね、ただやっぱり思想的に違うからっていうことで、眉間にシワを寄せて対立するんじゃなくて、やっぱり普段から自分たち話しかけたりね、握手したり、いろいろやっぱり共感する方を共感したりしてた、そういったものがやっぱり少しずつ目が出てきたかなっていうのを思うんですけど、この番組のテーマが、右翼でもなく、左翼でもなく、仲良くってやってるじゃないですか。やっぱり、仲良くが一番ですよね、HK さんね。まあ、まあそうですね。はい。名護市議と闘牛みたいに顔つけたのじゃないですよね。いやー、あの人は、なんか、基地にフェンスにいろんなのをつけてた人の仲間みたいでしたね。そうですね、たくまさんですよね。ま
反目し合うばかりがね、そうじゃないですね。やっぱり、そうあの、どこか話し合って、ね、一着地点が見出せれば、それに越したことはないです、ね。そう。はい、まあでもね、まあネットの中では、まあ沖縄にいない人だと明らかにわかるんですけど、なんで突撃しないんだとかね、なんで黙ってるんだ、行けとか言って、勇ましいこと言う人いるんですけどね、まあそういった人見ると、こういった人は実際現地に来たら何もしないんだろうななんて思ったりもするんですけどね、掛け声だけそういうふうに後ろからかけられてもね、現地の自分たちとしては、やっぱり、対立するばかりの脳じゃないと思ってるんでね、できれば仲良くもしながら着地点見つけた方がいいと思うんですけど、まあ、あっち系の方々の中には顔を見ただけで帰れっていう人もいますしね、HK さん、HK 仮面さんに至っては、見てくださいと。何を見てほしいんですかね。君の恥ずかしい姿を。何なんですかね。見てほしいんですかね。中にはほら、お前、夢へつけしくんね、いるかっていう人もいますから。そうそう。だからね、まあそういうふうに表面上、まあ退治はしていたんですけど、まあそういった人たちがね、まあ、どうしても今、基地反対派ってのどんどん高齢化してますんで、一人二人またね、今年から来年にかけてまた誰か見えなくなるのかなと思って、とっても寂しいし、ね、いつも仲良くね、にこやかに話をしてる人が、次の週いたらいないって言ったらちょっとね、本当に悲しいような残念な気持ちになりますんで、くれぐれもやっぱり無理はしないでね、やっぱり活動していただければなっていうふうにやっぱ思うんですよね。それとやはり、考えが違う、立場が違いどうやっぱりなくなってしまったらね、もう行くところはもうみんな一緒なんで、まあ、心からご冥福やっぱお祈りしたいというふうに自分は思っております。はい。相手はどうかわからんけどね。したい派っていうかもしれんですよね、HKさんね。まあ、そうですね。亡くなった方を鞭打つようなことをやるのはどうなのかなって思いますね。どこぞの国みたいな。ほらね、またちょっと、外れた話してるぞ。まあ、亡くなった方はもう、まあ、ちゃんとご冥福を祈りたいなというふうに思います。いや、君、笑いながら言う話。笑ってないです。今日はなんか、いつになくトーンダウンな感じがするんですけど。大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、なんかリミッターかかってないですか今日。かかってないです。かかってないですか、はい。いやそんな感じでね、また残念な話といえば今日そこで流れていましたけど、埼玉の小学校4年生の、まあ、殺害事件で、犯人がなんとお父さんだったということでね、すごいこれ衝撃が走ってますけど、まあ、義理のお父さんらしいんですけどね、私はもうこれ、同じ団地内だし、団地のそのガスとかね、そういったパイプが入ってるところに押し込められてたっていうから、これ、団地のこと知ってる人間だろうな、というふうに思ったし、外に出てないんで、もしかすると団地内に犯人いるんじゃないかと思ったんですけど、よもやお父さんとはね。いやー、ちょっとありえないと思いますね。まあでもね、ここ近年、まあ、親殺し、子殺し、特にこの前は、小さなね、女の子、夫婦で虐待して、その命奪ってるじゃないですか。まあ、命っていうのはそれぞれできることをね、背負わされて、この世に送り出されてると思うんですけど、まあ、こうやって死ぬために生まれてきたわけじゃないと思うんですけどね、ああいう小さな命はね。だからそういったのをどうやっぱり防いでいくか、まあ、これ本人たちだけじゃなくて、周りもやっぱり気づいたらもう通報したりとか、なんだかのやっぱり手を差し伸べるとかね。あとアメリカなんかでは特に子供の虐待についてはもう、親から強制的に話すようなこともやってますからね。日本ではどうしても親権っていうのがあって、親が連れて帰るって言ったら、まあ、拒めないようなところもあるんですけど、まあ、そういったところはアメリカ並みにした方がいいのかな。親権をね、やはり制限した方がいいのかななんて思ったりもしますけどね。そうですね。私の実家の方で父はちょっととある個人の理事を、まあ、雇われ理事やってるんですけども、やっぱり、その個人は、終戦後からあるんですけどね。終戦後は戦災孤児を預かってたんですけども、最近は、そういう虐待とかで育てられない人が預けられるケースが増えてるそうですけどね。でも、やっぱり、
虐待するぐらいならそういう施設を利用してほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。あ、だからそういったやはりね、まあよくモルシに言いますと、子供が子供を産むからこうなるんだよっていうふうに、まあビシッと言われたりするんですけど、まあ最近の子供たちっていうのは、まあゲームでね、簡単に相手を殺すようなゲームを普段やってるじゃないですか。ゲームの中でね。で、自分が殺されたらスイッチ入れ直してリセットすればいいし、まあ簡単にその相手を傷つけるようなことをやっぱりバーチャルの世界でやってるんですけど、まあ、それがやっぱり私は今後リアルな世界にも出てくるんじゃないかというと思うんですよね。で、自分自身がやっぱり、これはあくまで自分の主観なんですけど、痛みを知らない人間ほど相手を簡単に傷つけてしまうというふうに自分は思ってるんですよ。ですから自分が小さな頃っていうのは、いわゆる親の体罰、体罰ですよ。悪いことしたら、ね、この手が悪いんだよねって、手をまっすぐ前に出されて、竹の物差しでバチンとやられたりですね。あと、いたずらをして、怒られるときに、ハンガー、沖縄では絵文かけって言いますけど、これでね、もう、桃が赤くなるまで引っ叩かれたりとか、はい。あと、学校では、悪さすると、キャッチパッドっていうのがありまして、お尻が赤くなるまでピシンとやられたりね。で、小学校の頃の思い出で、担任の先生が面白い人がいてですね、まあ、中松先生という先生だったんですけど、ね、悪さをすると、変な歌を歌いながら近づいてくるんですよ。耳はじく、耳はじくって言って、輪ゴムを切ったものをね、手にして、悪さをした子供の耳をこれビシンと弾くんですよね。いやー、怖かったですよ、僕でも。まあでもね、今でも覚えてるのが、この中学校の時の担任の先生に、悪さをした時に思いっきりぶん殴られたんですよね。で、あの時にはもう痛いしね、やっぱり血気盛んな頃だから、畜生と思ってたんですけど、まあ今になると、あの時、あの先生本気で俺たちのことを怒ってくれたって、逆に感謝してるぐらいなんですよね。ですから逆に何もしないで当たり障りのない、ヘラヘラして早くお前なんか卒業してくれっていうふうにやった先生の思い出ってのは何もないんですけど、自分たちのために真剣に怒ってくれて、時にはそういうふうにね、バチンとね、沖縄の方言では、やーちゅーとかね、はい、言いますけどね。まあそういったあと、やーちゅーの方が何か言い方ありましたよね、HK さんね。名号さん。名号さん。はい。やーちゅーとか名号さっていう言葉が沖縄にあるんですよ。つまり、悪さをすると、やーちゅーするよ、と。いわゆるお仕置きですね。名簿さんもそれに近いですよね。悪いことしたら名簿さされるんだ。罰を受けるんだというふうに。まあ、そういった本当に体罰とかいう言葉とはちょっとニュアンスの違う言葉があるんですけど、そうですね、中佐は子供の頃どういった野中を受けましたかね。私はですね、実家は母が厳しかったですけどね、なんか勉強しないとよく叩かれた覚えがあるんですけど、まあそれもあるんですけども、高校が男子校だったっていうのもあるんですけどね、なんかこう、忘れ物をすると、ケツバット一発とか、遅刻をすると一発とか、漢字のテストで、合格点に達しなかったら、合格点に達しなかった分だけ叩かれるとかいうのもありましたけど。すごいですね。はい。とんでもないですね、これ。いや、でも、当時の同級生みんなこう、なんか、うさこいやみたいな感じでしたけどね、なんか。へぇね。いや、別に叩かれることに快感を覚えてたわけではないんですけどね。へぇ。でも、なんか、楽しかった思い出ではありますよ。もしかすると、中佐っていうのは、うさびっちに出てくるコマネチ。いや、紐で縛られて、よくひよこみたいな性格してるんじゃないですかね。いやむしろそれは HK さんですよ。HK さんもしばかれて喜びますよね。いや。HK さんどんなお仕置き受けました？どんなお仕置き？まあ、君、今はする方だけどね。成敗って言ったら。忘れ物をしたら、なんか、スクワットとか。スクワットは？スクワットやってと、そういうことありました。他には？
他にはどんなのだったかな。あ、はい、ありがとうございます。君、やっぱり今、お仕置きする側だから。ね。変なコスチュームつけて、月夜の晩に、どっかのね、高いところに立って、腕組んで、フォーってやってるから。いや、ないないですか？そんなの。高さんはそういうのありました？自分は、父親がかなり厳しくて、結構、もうちょっとでも悪いことすると、ぶったたかれたりしましたね。なので、学校とか行って、先生に悪いことしてぶったたかれてる生徒が、同級生がいて、それに対してブツブツ文句言ってる人に対しましては、もう何言ってんだっていう、まぁ、ちょっと父親の教育のおかげでそういうふうに思うようになりましたね。はい。うん、まあ、自分がちっちゃい頃に学校で先生に、いわゆる、野球を入れられる、野球されるとですね、家に帰った親父に、お父さん学校で先生にこんなして叩かれたよって言ったら、お前が悪いって余計叩かれましたからね。まあその頃やっぱり先生に対する全幅の信頼っていうのがあったと思うんですよ。先生が間違ったとすることはないと。先生がダメと言ってお前を叩いたんだったらお前が悪いっていうふうに。親もやっぱり先生に対して、ね、完全に信頼っていうのを置いてたんですけど、最近のやっぱり親っていうのはそうではないですよね。まあ先生も昔のは聖職者っていうそういった感じではなくて、本当に職業としてやってる方がいる。とにかく早くね、卒業してくれと、次の学年に行ってくれと思ってる先生も中にいれば、地平道を入ってね、生徒に寄り添う先生もいるし、まあ、いろんな先生が今いるんですけど、やはり本当に自分たちにね、汗かいて、時には泣いたり笑ったり怒ったり、ね、引っ張ったりしてくれた先生っていうのは、いくつになっても覚えてるもんなんですよね。今そういった先生がちょっと少ないかな。それには親が、ちょっとでも、子供にね、仕置きをすると、親がする診断書を持って学校に怒鳴り込んでくるんですよね。いや、すごいですよ。もう親が私のところに電話来てから、副会長、一緒に学校に講義に行ってください。どうしたんですか？いや、私の息子がね、先生に叩かれたんですよ。だから許せないので一緒に行ってください。いや、なんで叩かれたのか息子さんに聞きましたか？って。なんでそんなこと聞かないといけないんですか？私は叩いたことを問題にしてるんですよ。おかしくないですか？いやいやいや、叩くにも理由というのがあるでしょう。それを聞かないでね、すぐ一方的に学校が悪いというのはどうかと思いますよ。もういいです！ちょっとガチャンって切られて。そういう親もいましたよ。何でもかんでも先生が悪いと。いや、それって違うだろうっていうふうに思うんですけどね。まあ本当に PTA やってるといろんな親御さんに出会いましたけど、まあ、自分のね、子供が、朝、ね、朝寝、するから起こしに来てちょうだいとかね。そう、朝起きると自分の子供がため息ついてるんですけど、先生これどうしてくれるんですか。言葉がない。HK さん先生だったらどうします。自分が先生だったら、いや、その親御さんが、親御さんにどう、まあ、なんていうんですか。学校に来てもらうように言うかなと思うんですけど。まあ、ちゃんと話聞いてから。いや、学校に来たら学校の文句しか言わないもんにして、大変ですよ。はい。そう。何気にしてくれたもう本当に補足事項相変わらずですね、地形さん。まあでもこれから君も通る道なんでね、はい、先輩の私がいろいろ教えてあげますので、勉強してくださいね。それにいろんな先輩たちいるんで、HKさん、そういった人たちから知識を吸収して、君は将来アコちゃんと初対面アコちゃんなんて却下ダメですの。今よろしいですかね。なんかネットアシスタントのチビーヌさんからですけど、
小学校の頃の音楽の先生はちょっとオカマチックで、忘れ物した男の子には当時大流行したランバダをお口ずさみながら先生と社交ダンスを踊らされてましたって。なんかそれってなんかそれって罰なの。いやでもせっかくですからね、今日はネットアシスタント皆さんもたくさん見ていますので、まあ、小さい頃どういうお仕置き、まあ、親や学校からお仕置きを受けたかっていうのを皆さんお送りしてもらったら、それまた読み上げていこうと思いますけどね。はい。まあでも、今となったら別にあんだけ親に引っ張ったかれても、親のこと憎いなって全然思ってないんですけどね。まあ自分も自分の子供に対しては厳しくやりましたよ、やっぱり。ダメなものはダメと。うん、悪いことをしたらお仕置き。はい。だって、HK さんの大好きな漫画で月に変わってお仕置きよってなるじゃないですか。好きな漫画ではないです。君、セーラームーンと結婚したいとか言ってなかった。勝手な話作らないでください。はい、早速、はい、チビーヌさんから、ペチンとしたりもされました。別パターンでは短パンを履いた男の子には、裾を持ち上げてティーバッグをさせました。何なんですか、もうティーバッグっていうのは。それは。いろんなお仕置きがあるんですね。これはお仕置きのうちに入るんですかね、HKさんね。さあ、よくわからない。君みたいに趣味を持った先生だったかもしれない。そんな趣味ないです。はい、石鹸男宮城さんからも、来ております。自分はうまく小僧、はい、やんちゃ坊主だったので、ブンジラーで叩かれました。棒で引っ張かれましたということで、いやー本当に普通にあったと思いますよ。はい。そして、今、どんなのが来てるかな。はい。まあ、これからいろいろまたメッセージ来ると思いますけど、お仕置き。まあ、私はこれ、お仕置きはあっていいと思ってます。野中とか名坊さんはね。ただ、暴力を振るうことが目的のものをやるっていうのはどうかなと思うんですけど、やはり子供の強制を願ってダメなものはダメということで、やはり痛みを持って教えるっていうことは必要だと思うし、痛みを知らない子供はね、簡単にやはり他人を傷つけてしまうっていうのを思うんですよね。だって今ゲームの中で簡単に人を倒したり、殴ったり、ね、倒す、あと、時には相手の命を奪うようなゲームもあるじゃないですか。まあそういったのを見て、それをリアルな現実の中に持ち込んだりすると本当にどうなるのかなと。やっぱり自分が叩かれて痛い思いしたら相手を叩いたら痛いっていうのわかるじゃないですか。それをやっぱりきちんとやっぱ教える。まあでも、こういったのは、まあ、戸塚先生に言わしてみれば3歳までの人ですかね。3歳までにそういったことはちゃんと教えなさいっていうふうに言ってました。はい。いつごろ魂100までもということでね、まあこの番組によく出ていただいてるんですけど、とにかく3歳までにはきちんとそういった分別っていうのは教えなさいと。大きくなってからもうダメよというふうに言ってましたけど、まあそういった中で、やっぱり親がきちんと教えるっていうのは大事だなっていうふうに思うんですけどね。HKさんはちゃんと教えられました？いやもう、はい、普通の。もう、でも大体わかりました。君の今の姿を見ればね。そうですね。はい、もう本当に親御さん立派に育ってたかなというふうに思うんですけどね、HKさんね。うん、そうですね、立派な変態人に。ほら、勝手なことを言わない。勝手なことじゃない。だって君さ、この間変態人にって言われてたじゃん。いやいやいや、母親が言わせたんじゃないかなと思うんですよ。2歳の子供がいくら親から教えられたかと言って、変態人とは言わないと思うけど。いやいやいや。はい、そしてラジオネーム、榎本さんから。昔は父の厳しさ、母の優しさが両輪で機能していたように思いますっていうことで、まあ、確かにそうですよね。はい、父親との威厳があって時には怖い存在であり、まあ、母親は鳥の羽毛のようにね、子供たちはやっぱりふわっと包んであげると、まあ、そういったことが機能せずに父親の DV にね、それを恐れて一緒になって子供をやっぱり虐待してしまったっていうのが最近ありましたけど、懲役8年でしたかね。あんな痛い手のない小さな子供をね、命を奪わなくて本当に考えられないな、ね。懲役8年は軽すぎますね。はい。ラジオネーム、たまねこさんから来ております。中学校の時、
アイドルの水着の写真を下敷きに挟んで持っていったら、職員室に2時間正座させられましたと。アイドルの水着の写真ですか。これって、HK さんだったら今もう10時間ぐらい座らせるんじゃないですか。君の、ね、スマホの秘密のフォルダーにまた、入ってると。それ番組中ずっと見てるんだから。見てない。話を作らない。まさかピンクのなんとかじゃないですよね。ない。そんなのはない。いや、しかしいろんなお話が来ております。ということで、ここで一曲、はい、入れた後にね、またいろいろお話を進めていきたいと、思います。今ちょっと雨は上がってるんですけどね、ちょっと雨にちなんだ曲を一曲言ってみたいと思います。雨のウェンスネイ。はい。では、曲中は雑談をお願いいたします。雑談。HKさんの時間でございます。HKさんの時間でございます。ああ。本当、でも、体罰とか、まあ、そういう話、結構、思ったよりなんか、うん、なんか話がいろいろ出てきましたね。うん。でもさっきなんかランパで踊らされるでちょっとふっと思い出したけど、なんか変わった体罰じゃないんだけど、おかしな話で、まあ、おかしくはないか。音楽の先生で、自分の小学校の頃の音楽の先生、はい、教室が騒がしいと、なんか黒板に怒りマークを1個書くんですよ。で、3つ溜まったら授業放棄して終わっちゃうっていう。っていうのがありましたよ。自分の大学のゼミの先生は、巨人戦があったら、実習って書いていなくなりましたよ。いや、マジに。でも、すごいいい先生です。授業の時はマジに、やるときには、うん。すごい生徒に人気のある先生でした。うん、巨人の試合が、やったーって言うの。やったーって言うのを、お喜びして、実習っていなくなりました。なんか巨人ファンの先生、そういう武勇伝、たくさんありますよね。っていうのが来ましたね。まあ、他にも。例えば、自分が高校の時の体育の先生で、巨人ファンの先生いたんですけども、巨人が負けた翌日には、なんか腕立てを倍やらせるとか、普段の倍やらせるとか、そういった先生いましたね。八つ当たりですね。まあ、ここというのですね、なんか、物差しで叩かれるとか、小学校の頃とかはあったなと思いますけどね。なんか宿題忘れたとか、そんなのね、ありましたし、とか、正座させられるとかですね。まあ、自分は自分の娘たちにすごい厳しくやったんです。うん、悪さをしたらビシビシやったんです。うん、ですから、中学校の頃までは、自分が睨むだけで泣きましたよ。ジロって睨んだらけでも怒られると思って、もう目に涙をかけて、もう泣くんですよ。さすがに高校から引っ張ったり、パチンは得らなくなったんですけど。で、泣いたら今度、母親がそばに行って、お父さんが何で怒ってるか分かるよね、ってこう包んであげたんです。だからさっきの父親と母親の役割がやっぱり別々にあったっていうのは、そこなんですよね。なんか家庭に何かあるところって、なんか父親が不在だったりしますよね。なんか影が薄いというか、そういうの感じで。あと母親のこの母性っていうのが欠落していたんで、何があっても自分の子供は守るっていう部分がない部分があるんで、そういったのがあるとやっぱりね、この前のゆあちゃんでした。ちっちゃい可愛い子供ね、命を奪っちゃって。あのあれ本当にどうにかならなかったかなと思いますよ。だからもう、親が必要じゃないかなと思いますよ、親が。教育っていうのは子供だけじゃなくて、親にもやっぱり教育すべきかなっていうのがあるし、子供生まれたらそういった講習っていうのも本当に必要になるかもしれないですよね。どうね、HKさん。君、講師やってみようか。成敗の仕方とか。いや、そもそもそういう柄じゃないと思います。そういう資格もないですし。資格は特に必要ないと思うけど。君ヒーローじゃん。いやいやいや。ん？何のヒーローなんですか？戦いのヒーロー。いや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 。いやいや、我々、保守の、間のヒーローです。何ですか、アイドルヒーロー。あ、でも、大学が必要って。
昔はそういうのって、そういう発想自体がなかったから、うん、なんか、そう、いつの間にか、そういう、なんか変わっちゃったのかなって思いますね。うん。いやー、大滝栄一さん、いいね、HK カメラさん。よかったでしょ、雨のウェンスで。こういう、なんか、雨の日。土曜日なんだけどね。でも、雨の日だから、なんか、合うなーっていうふうに思ってました。はい、先ほどのね、あの、名簿さんの件。ラジオネーム、トンタさんから、思い出した。ゴルフのヘッドがない、棒状のものをわざわざ作って、それ叩く数学の先生がいた。本当に怖かった。愛情は感じられんかったっていうこと。その方はさすがにまずいですね。いや、すごいですね。でも、今はそうかもしれんけど、あと10年ぐらいしたら感じるかな、なんてね、思ったりもしますよね。はい。ちびぬさん。小学校の同級生は、巨人が負けると、朝からおじいちゃんの機嫌が悪かった。さっきの私の話のあれですね。はい。玉猫さんはやっぱ体育の先生怖かったですっていうことで、うん、HK さん怖いのは何です？怖かったの中学校の頃の国語の先生が怖かったです。なんで怖かったの？怒ったらもう結構口でいろいろ強く言われるんで、言われたりとか、まあ、忘れ物しただけで、スクワット何十回とか、腕立て伏せ何十回とか。それで君こんなにガタイがいいんだね。いやいや忘れ物が多かったっていう。いや、そういう、されてる同級生とか見たんで、忘れ物したらこうなるんだって、気づけるようにはなりました。そういうのも一つの見せしめですからね。まあ、だからそういったのもやっぱり効果はあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、君の体格の良さはまた別なところに原因があるかななんてね、思ったりもしています。早速メッセージ届いております。ラジオネームぴょんたさんから、ボギーさん、タカさん、中佐、HK 仮面さん、こんばんは。アメリカ軍戦闘機が撮った UFO 映像がありますが、皆さん見ましたかと、こんばんは、楽しみしてますということで、URL 貼ってますけど、UFO ですか、UFO。HK さん見たことあるらしいものは見たことあります。UFO らしいものって何、まあ、そもそも。一応、昔。今見たのは、浜比嘉島で捨ててこだ歩いてる親父のことじゃないですか。昔の、実家で、実家住んでた頃に、実家の近くで空見たらなんか、あれなんか星があんなところにあるな。なんか夕方の珍しいなーって思ってずーっと見てたら、スーって消えていったっていうようなことがありました。うん、それ多分、星が雲に隠れただけだった。いや、雲が全くなかったです。雲がないの？雲が全くなかったです。あ、すごいですね。星だったんでしょ？変な形とか。星なのかなって思ったんですけど、星ではなかったですね。ということにしときましょうか。はい。まあ、君がそういうんであれ、思うんであればそうであろうというふうに私も思うんですけどね。はい。タカさんなんかあります？いや、自分はないですね。まあ、ちょっとまあ、UFO でなくても、流れ星見た時にはおおと思いましたけども、それぐらいですかね。中さんは？私はですね、日没ぐらいの頃に、昔、大学時代は、北陸の、日本海が見えるところの下宿してたんですけども、その下宿の上から日本海が日が沈んでいくのを見てたときに、雲かなと思ったんですけど、なんか金属光沢があるものが浮かんでたんですよね。でもなんか、今にして思うと、おそらく日没の太陽がこう雲に反射して、金属光沢のような輝いてたのかなと思うんですけどね。うん、うん。っていうのもありますね。なんか言いたいのあるの？
まあ、そういう経験の中では最近なんですけれども、うんうんうん、半年くらい前なんですけれども、西海岸道路から、西海岸道路でストリーキングでも見た。西海岸道路の、お茶屋に、なんか、ずっと光ってるものが見えると。ほう。で、飛行機とかはもう、飛んだらもう、ビューンって動いていくけれども、それはもうずっと一点にとどまって、光り続けてるんですよ。で、しばらく見てたら、消えていって、また、海岸、海と空の境目あたりに、なんか光みたいなものが、また、長時間、輝いてるってことが。一時期問題になった照明弾かもしれないですね。照明弾にしては、なんか、光ってる時間が長いかなと。そうですよね。私も4つぐらい光が、水平線上に並んでるの見ましたけどね。4つですか。結構長く光ってました。まあ、後でなんか米軍のだとかなんて言われたんですけど、本当にそうだったかなと思うんですけどね。タカさんなんかあります？自分はそういうの見たことないですね。あんまりそういった場面に遭遇しないっていうのが、ちょっと自分の特徴かなった。はい。そしてね、ラジオネームラッテンさんから、私もかつて空に浮かぶ不思議な光を見たことがあります。風船のように膨らんだり縮んだりを繰り返し、最後には西の空へスーッと消えていきましたということで、まあその時カメラを持っておけば動画に残していたんですけどね、ということでね。まあ、私も大学の頃に大きな大火球見たことありますし、まあいないとは限らないんじゃないかと思っております。さて、次のメッセージ。はい。ボギーさん、タカさん、謎のボギー中佐殿、そして、明智翔吾郎の真っ青、明智翔吾郎さん真っ青の HK 中年沖沢探偵団団長のキムユークニさん、こんばんは、関東の沖沢です。本日は出先と寝たきりのため、リクエストのみで失礼します。リクエストは、石井明美さんの乱馬だからのワンフレーズ、疑惑の危険なリズム、今だけはあなたのもの、を口ずさみながら、HK 中年沖沢探偵団団長のHK 中年コスプレ、プレゼントを沖縄まで持ってきていただいた、ボギー中佐殿に感謝を捧げる怪しい腰振りダンスを決めてください。百貨店の内容はお願いいたします。あ、お願いします。百貨店の内容をお願いしますと。何すか君、また、時間経って。ダメ。腰振りなんて、恥ずかしい。いやいやいや、触れるほどでもないんですいません。しゃけれる頭はありますんで、ありがとうございます。そこだけやった。いや、まあ、最近ニュースで見たんですけれども、埼玉県の方、車が走ってるところにひょっこり飛び出す。そういうことを、そういう車から見たら当たり屋みたいなことを繰り返している男が捕まったそうですね。まあこういうのはどんどん、捕まえるべきなんですけれども、なぜか、そういうことをやっても捕まらない場所。それが沖縄なんですね。で、どういうことかっていうと、基地反対運動の人たちが、普天間基地とか、普天間基地の前でやっても、全く捕まらないと。はい。いやもう、沖縄ってどうなってるんだと。まあ、そういう活動家は、基地を出入りするバスの前にも、飛び出したりするんですけど、そのバスが急ブレーキ踏んで、そのお客さんとか乗ってる人が怪我したら、その乗ってる人が飛び出た人に慰謝料とか損害賠償とか、まあできちゃうんですよ。まあ他県でもトラックを煽って急ブレーキやった人が、
急ブレーキをやった人がいて、で、トラックの荷物が壊れて、で、その荷主が飛び煽ったやつを、に、損害賠償を求めたっていうことがあったから、本当、交通マナーは守ってやりましょうよと言いたいです。はい。飛び出しはダメです。夢中宝って言うんだったら飛び出しはやめると。自分の命を大事にしとると。いやもう、ケタ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 。いや、本日の HK さんのお話、2A でありました。はい、タカさん、今日はいくつ兵ですか？何兵になってますかね？まあ一応2つになってます。2つ兵ですね。うん、いやー、HKさん、今日も暑かったですね。はい、なんとかなんとか、なんですか、うん、なんとか時間内を収めようかなと思ったけど、やっぱ暑くなっちゃいました。いやいやいや、君でもあの系統の話になると暑いよね。そうですかね。暑いです、やっぱりタクマさんとね、闘牛しただけありますよ、君。はい、あと、島袋さんにもかけられましたし、はい、まあ、そういった前歴を見ると、君はなかなかの、やはりマニアじゃないか。いやいや、あちら系の方々とね、直接触れ合うのが大好きな、趣味を持ってる方だと思うんですけど、いやいやいや、まあ、それでも今日は2兵ですね。高さん、まだまだですね。そうですね。10ぐらい兵もらわんとね。うん、HKさん、またちょっと兵が出るとミニアン動揺するとか。はい、ラジオネームちび犬さんからシーン。ヒョンタさんからも励ましのメッセージが来ております。暑いぞ HKさん。、ね、いや、よかったじゃないですか。もう本当にこんなに褒めてもらってね、まあ、今日もいいでも話だったと思うんですけど、まあ、実は今日は気になるニュースがありました。沖縄タイムズさんのニュース、うん、あの、サンゴ礁スコーレの、フリースクールの子供たちが辺野古の、ね、テントの前に行って歌を歌ったということをタイムズのツイッターが大きく載っけていたんですけど、このもともとサンゴ礁スコーレっていうのは、先の大戦で、まあ、学校を卒業できなかった人たちの学びの場として作られたところなんですよね。で、そこでいろんな勉強をしたり、互いに、まあ、切磋琢磨して、まあ、あの頃もらえなかった卒業証書をね、ここでもらって、まあ、卒業していったんですけど、まあ、ここには税金が投入されてるんですよ、実はね。それが高齢者の方々が卒業した後に、まあ、子どもたちのいわゆる居場所づくり、フリースクールみたいなことになってるんですけど、なぜかそこが今政治活動の道具にされている。実はここの子供たちが前に私のところに通報があったんですけど、あの、県民投票の時に、あの、借り出されていたっていう話に来ていましたし、今回沖縄タイムズさんの記事を見ると、まあ、辺野古の違法なテントの前に並ばされて歌を歌わされてるんですよね。まあ、それ見た時に、あの、こういった大人の政治闘争の現場に子供たちをね、あの、連れてきて、こういうふうに参加させるのは、あのね、二度とあの戦場に子どもたちを送らないって言ってる大人たちが自ら大人のいわゆる政治闘争という戦場に子どもたちを動員してるんじゃないかというふうに私は思って、まあ、タイムさんのツイッターにも書いてあるんですけど、まあ、これについてはタカさん、どう思います？いや、こういったところに税金が使われてっていうのも驚きですけども、これ本来のフリースクールの目的とは全く違いますよね。それに、あの、まあ、子供の居場所なんですけども、あの、沖縄には結構子供食堂っていうところがありまして、まあ、子供に無料で、まあ、食事を提供する場があるんですけども、まあ、そういったところの中にも、あの、辺野古の反基地運動に熱心になっている人いますよね。それを経営している人の中にも、まあ、どことは言いませんけども。ああ。そういったので、子供たちまで巻き込んで、その、
道具にしちゃうっていうのはね、どうかなと思いますし、まあ、実際に基地に賛成してるっていう人たちはそんなにいないとは思うんですけど、そういった人たちが子供たちを使ってプロパガンダに使ってるなんてないですからね。うん、HK さんどう思います？まあ、昔はそう考える、そういうのを見ると、昔の先生たちはその辺の分別あったのかなってちょっと思ってて、で、自分が中学校1年か2年ぐらいの時に、少女暴行事件の決起集会ってことで、ディノワンであったんですよね。で、それ、ちょっと気になってたんで、自分も一応行ってみたいなと思ってはいたんですけれども、うんうん、まあ、その学校の行事かなんかで、まあ、集会かなんかあって、結局は行かなかったんですけれども、まあ、そういうのも、その集会自体も、ギノワの集会自体も、やる何日か前からアナウンスされてて、で、学校側はそれを生かさなかったっていうのは、まあ、今考えると、子供をそういう政治の場に、巻き込まないための判断もあったのかな、っていうふうに、今となっては思いますね。はい。前には、オスプレイ配備された2012年、13年頃には、カテナの屋良小学校でですね、学校で、オスプレイ反対集会に参加しましょうというビラを子供たちに配っちゃったんですよね。それも私はやっぱり大問題だと思うし、そもそも子供たちにそういった政治的な活動をね、させる、もしくは誘導するっていうのは、教育者としてどうなんだろうと。ね、公正中立な視点から教えるっていうのはいいですよ。例えば自分のところに、フィールドワークに来る学生たちは、私は基地賛成派、容認派の、意見だけじゃなくて、反対派の意見も聞いてきてねっていうことで、わざと反対派のところも連れていくんですよね。ところが、同じようなことをね、彼らがやってるかというと、この、反対の方から戻っていった子供たちに聞いたら、あんたたち、テドコンっていうところには絶対行ったらダメよ。洗脳されるから行ったらダメよって言われたって言うんですよ。だそういうのを見るとちょっと違うよなと。まあ子供たちにはちゃんとやっぱりね、賛成反対容認、まあ、いろんな意見を教えてね、その中で何がいいと思うっていうふうにはいいんですけど、最初は自然を守ろう、ウミガメ守ろう、ジュゴン守ろう、だから反対だっていうことをね、教え込んで、小学校2年生の女の子が、ね、米軍なんていらない、辺野古に絶対に滑走路を作らせないっていう作文を書いて、新聞に投稿させることがあったら断じてならんというのは私はやっぱり思ってるわけなんです。これについて追求したら、ね、いわゆる辺野古の自然を守りたいという気持ちが高じて、子供たちにそういうことを教育してしまったということを言ってましたけど、それって俺違うと思うんですよね。小学校2年生ですよ。飛び箱3段飛べましたじゃなくて、アメリカ軍なんていらない。辺野古に基地は絶対に作らせないっていう小学校2年生に作文を書かす教員ってどうなんだろうっていうのは私思ったりするんですけどね。まあ、今回のこのフリースクールの子供たちを、まあ、テントに連れてった人たちがどういった思いで連れてったのか。本当に子供たちのことを思ってなのか、それとも、反基地の道具に使っちゃったのか。まあ、これは、ね、本人たちが言うわけはないので、歴史が将来、証明してくれると思いますけどね。ちょっと残念かなと思います。ということで今日もあっという間に。あら。はい。あらららら。あっという間に。ということで今日はね、締めは、遠方、はるばる来た、中3にお願いします。はい。まあ、次回こそはですね、HK さんに、プラカードをお送りしたいかなと考えておりますが、まあ、まだまだ私の HK さん保管計画はまだまだ続くというか、はい。まあ、またまた沖縄に遊びに行きたいなと思っております。ありがとうございました。あ、 ありがとうございます。はい、ということで、今夜の、ワンルームこれで終了させていただきます。本日も最後までご視聴誠にありがとうございました。ツイキャスネット放送の後しばらく続きますので、よろしければご覧いただきたいと思います。ということで、また来週お会いしたいと思います。皆様、ごきげんよう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。30秒できるね。はい。
はい、5秒前。4、3、2、1。はい、フェードアウト。はい、あとは HK さんお願いします。はい、どうぞ。さて、どうしようかな。何を喋ろうかな。君いっぱいあるでしょ、喋ること。エリザベスの話したらみんな期待してますよ。ちょっと分からなかったんで。え、エリザベス知らない？あまり知らなかったんで。いや、はい、先週のコスプレがエリザベスなんですけど、はいはい。ウバキューみたいな。先週の時点でちょっと、わかりました。はい。うん、いろいろあったなって。いろいろあったか、うん。何があったのかな。まあ、見には行けなかったんですけど、花火大会。リリア？見に行くことが、実際、現地行くことはできなかったんですけど、花火大会も、なんかすごい、盛り上がってたようですね。はい。やっぱり、安室奈美恵さんの引退1周年ってことで、やっぱ引退1周年で、あれだけ、あれだけ人を集めるなって、やっぱすごいなっていうふうに思いますね。やっぱりあれですか、今度10月のハロウィンはエリザベスで行きますか、それとも、雲男で行きますか。どうしようかな、どっちでもいいとは思うんですけどね。メガネが、ちょっと。視界がちゃんと確保で、できればなと。視界が確保できてればいいってことは、あっちの方がいいんですか？モルゲッサーの方がいいんですか？いや。あれはちゃんと、のぞき穴がちゃんと目の位置に来る部分だった。ただ、中、メガネかけて、あれを被るっていうのは、厳しいんですよね。そうですよ。こういう、うん、まあ、あまり動きとか、大きな動きとか、ない場所で、うん、ああいうものとか、まあ、その他の、目、ちょっと、視界を犠牲にしても、うん、まあ、犠牲に なるのは、あまり動かないんだなら。タマネコさんから、スパイダーマンを着ていて、メガネ屋さんでオーダーメイドを作ってもらえばいいじゃん。いや。そんな器用な真似はちょっと難しいです。器用かとか。そういう問題じゃないと思うけど。多分ね、エリザベスはね、ちゃんと着こなせば、いいと思う、私は。そもそも、まあ、あの辺にメガネ屋って言ったら、あっちの茶壇のイオンの中のメガネ屋さんですし、まあ、あの格好でイオンの中をうろうろされたら、なんか、いろんな人に撮られて、ツイッターとかインスタに載せられて拡散されそうだから、いや、それは。あの格好で行けとは言ってないですよ。あの格好をしたいので、それに合うメガネを作っていただけませんかって話ですね。だってそんなこと言ったらあれですよ。私、毎回HK さんにお誕生ケーキを送るときに、モルゲッソヨダの変態仮面だの、写真入りケーキ作ってる身になってくださいよ。あれ、ケーキ屋さんの方は多分笑いこらえながらケーキ作ってる。あんな繊細なものをこらえてやってみたら。びっくりするわね。一体これは何のケーキなんだろう。ケーキ屋さんがなんか、どれの職業を疑問に思ってやがれてやってるっていう。いや、まあ、どうするかっていうのをちょっと考えさせてください。ね、うん。だからやっぱりエリザベスが一番でしょ。受け狙いはエリザベスです。なるほど。さすがです。ちょっと考え、まあ、参考意見の一つとして。参考意見。受け止めとします。で、うん、なんだろう、なんだろう。今日、ちょっと話すネタ、さっきの、
煽り運転はいけないとかいう、うん、まあそういうネタとしのともう一つちょっと考えてたのが、花火のイベントの後の後片付けをボランティアにさせるっていうのはどうなのかなと。もうあの花火イベント、まあイベントは別に否定するつもりないんですよ。そこでチケットを販売して儲けを得ることも別に、まあそれはそれで、まあコストがそれなりに費用がかかるわけですから、まあそうやってコスト回収するのも当然ありっちゃありなのかなと思うんですけれども、まあただイベントっていうのを一つの仕事、一つのプロジェクトとして考えるんだったら、あと片付けまでちゃんとコストをかけてやった方がいいんじゃないかって思うんですよね。だから清掃業者に委託するとか、タイムスの社員で、タイムスセブンイレブンの社員で動員してとか、そうすればよかったんじゃないかなと思うんですよね。掃除だけ消するなと思いますね。はい、ということで、まあ、今日はお楽しみください。ありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。